感を父に持つ硬派で頼れる男、そして無類のメカ好き、松竹梅弥勒。父は日本画の大家、母は茶道の家元、由緒正しきお嬢様、ただし大の男嫌い、博士家のり子。大病院の御曹司、あらゆるジャンルの学問に精通、武道も極めたマルチ高校生、菊正宗清志郎。宝石商の母と二人暮らし、魅惑の美貌とスタイルを武器に日夜玉の腰を夢見ている木桜花恋。スウェーデン大使を父に持つクォーター、多数の女性と浮き名を流すプレイボーイ美堂グランマニエ。世界の大富豪、顕微子財閥会長の娘、運動神経は男顔負け、趣味は大食い、顕微子優里。超セレブなこの6人、金と暇とを持て余し、あらゆる事件にシャシャに出る、そんな彼らを人は勇敢クラブと呼ぶ。今日も暇で暇でですね。そう、僕はデートのスケジューリングが大変でさ、マリコに、それにシャンチェちゃんに。ん？どうしたんだよこれ。なんでそんな怖い顔してんの。どうしたじゃないわよ、これ見て。いい？うん。これが今日私がもらったラブレター、そしてこれがゴミ箱に捨てられたのりこ宛てのラブレター。そういうことね。つまりのりこの方が多いから腹が立つと。どうだっていいじゃん、そんなこと。よくないよ、全然よくない。のりこあんたね、さすが宇治の初昔は香り高いですわね。のりこ、はい、あんた何考えてるのよ。これだけラブレターもらってるのに読みもしないで全部捨てて。だって私殿方には興味ありませんから。よろしかったら差し上げますわよ。いらないわよこの余裕がムカつく。生徒会の皆さん、ごきげんよう。さあ皆さん、校則に背いたことをしている人はいませんか。飲酒に喫煙、授業をサボってクラブなんかに行ってみる、そんないけないことを発見したら即退学です。それしか言うことねえのかよ校長とメガネ。僕たちは清く正しく高校生活を送ってますので。ならいいんですがね、教頭先生博士課さん、お父様に、いや博士課画伯によろしくお伝えくださいませ。メガネって今度の日曜の個展、非常に楽しみにしております。夜も眠れぬほどに待ち焦がれております。私もわかりました。ではごきげんよう今メガネ、何しに来たんでしょうかね、あの二人は。そうけど、まあのりこはできすぎだよね。両親は日本画の大家に、茶道の家元でしょ。男嫌いはたまに傷だけどね。今に結婚できなくって大焦りするんだからね。免疫ない分変な男に引っかかっちゃったりして。それありそうほっといてください。マジでマジでチェーキングするの一番じゃないかな。マジでマジでねえ、俺らと一緒にどっか行かない？マジで？そうや。おい、聞いてんのかよ。何なさるんですか？何なさるのだって、お嬢様なんか。俺お嬢様大好き。何やってんだよお前ら。なんだお前。何見てんだ。向こう行けよこれ。こっちは空手グロービーだぞ。うるせえ、大声出すんじゃねえ。なんだとてめえ、グロービーなめんじゃねえぞ。てめえらみたいなやつ見てるとムカムカすんだよ。女をかけ回すことしか脳がねえのか。だっとれ、うわぁ。
私のせいで。あ、いいよ。こんなん慣れてるし。あ、悪い。いえ。あんた、この先のでっかい家のお嬢さんだろ。よく着物着て歩いてんの見かけるし。気をつけろよ。また俺が通りかかるとは限んねえし。はい。策だと思いますね。この雪月花は前のお嫁入り道具に持たせてあげますからね。まあよかったですわね。のりこ、ありがとう。のりこ29、30、やった、昨日より多い。のりこは、のりこ、はい、ラブレターいくつもらったのよ。ちゃんと数えてませんけど、確か40通ぐらい。残念でした。あ、ねえ、今日みんなでゆうやのお店行かね。いいね、絶対行く。誰ですか、ゆうやって。魅力の立ちでさ、すんげえ面白いやつ。みんなも絶対気に入るよ。あ、お前も行くか、のりこ。のりこ、のりこ。はい。どうしたんですか、今日は。なんだか様子がおかしいですけど。いえ、別に。ここここ。もう行くぞ、のりこ。大丈夫だから。いらっしゃいませ。よー。ミロク、ユーリも。どうしたんだよ、その傷。また喧嘩でもしたのか。ちょっとな。確かに、いい男じゃない。ま、僕には負けるけどね。あの、あんた、ん、のりこ、なんだよ、知り合いなのか。昨日変な男に絡まれた時に助けてくださったんです。いやいや、そんなかっこいいことしたんだ。まあこいつこう見えても男気っていうか、俺もちょいちょい喧嘩助けてもらったしな。いいじゃない、周りにいないタイプ。ま、僕には負けるけどね。これ私の携帯だから。悪いけどタイプじゃねえか。こんなやつこっちから願い下げよう。あの、昨日はありがとうございました。お怪我大丈夫ですか。言ったろ、こんなの慣れてるって。そうですか、お大事に。気をつけろよ、あんたも。私、あんたじゃなくて白鹿のりこですわ。お嬢様にあんたはないか。俺、カリホユウヤ。ユウヤさん、すいません。はい。珍しいね、のりこがちゃんと男と話すなんて。別にそんなこと。あまりゆうやという男とは親しくならない方がいいと思います。どうしてです。彼とはのりこは住む世界が違いますから。魅力とゆうりの友達です。だったら私はあの二人とも住む世界が違うということですか。そういうことを言ってるんじゃありませんよ。友達ならいいんですけど。え、
人の男として親しくなるのは反対です。男、つまり惚れるなと。嫌です、清四郎。私まだ彼のこと何にも知らないんですのよ。まあそうでしょうけど、普通はそんなの関係なしに恋に落ちるんですよ。清四郎、まるで私のお父さんみたいですわ。お父さんですか。まあいいですけど。私は今日本画の巨匠博士課青春展に来ています。ちょっと来ている方にインタビューしてみましょう。お話伺ってもよろしいでしょうか。古市アナ。テレビ。あなたにとって博士課青春の作品とは。校長、テレビにとって校長すべてでございます。博士課が博士、私はあなたの日本一の、いや銀河一の、あなたも不安でございます。選手さん、見てる。なんだこの2人、大盛況のようですね。お父様は雪月花が手元になって寂しそうですけどね。あ、そういえばゆうやのやつ、この前の店クビになったって言ってた。え、どうしてですの。なんか態度悪い客が来て、で注意したら殴りかかってきて、で手出しちゃってしたらさ。でも先に手を出したのは向こうです。ゆうやさんは悪くないんじゃないですか。商売してたらそんなことよくあるわよ。けどまあ、のりこみたいなお嬢様には関係のない話だけど、のりこの家見てると伝統とか格式とか、やっぱりのりこって違う世界の人って感じがするもんね。だけど妙に気にするんだね。もしかしてこの前助けられて惚れちゃったとか。違います。彼とはのりこは住む世界が違いますから。のりこって違う世界の人って感じがするもんね。つまり惚れるなと。見つかったんですか。あ、乗ってくか。駅まで送ってやるよ。ごめんな。この番組はソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りします。のりこ頼みます。もちろん。お国はどちらですの。金沢。上品な町ですよね。私好きです。ご両親はそちらに。ああ、お袋がね、一人にして出てきちゃったけど。そうなんですか。あ、あそこで止めてください。いいよ、どうせだから家まで送るよ。いいって、こっちは少しぐらい遅れたって大丈夫だからさ。けどいいよ、道が混んでたって適当にはいいんだから。止めてください。おい、どうしたんだ急に。私、嘘をついてまで送ってもらいたくありませんの。余計なお世話かもしれませんけど、私随分とあなたのことを心配したんですのよ。仕事をクビになったって聞いたから。けど無駄でした。